田義雄です。保坂真由です。この間では形成判断の仕方を中心にいろいろ勉強していきましょう。形成判断の基本講義です。形成判断のタイミングや仕方などは大変難しいんですけれども、この碁ではどういったふうに考えたらいいんでしょうか。そうですね、まあ、これ、まあ、ご覧のようにですね、比較的、まあ、穏やかな配置ですよね。はい。黒の構えが右上右下左と3箇所ですね。はい。まあ、白も左上左下右辺、まあ、3箇所で、でまずそうですね、まあ、確定地かどうかは別にしまして、まあ、構えの大きさとなりますね。はい。例えばこの左下の二小ゲイマジマリからこう開いてありますね。はい。これに対して黒は、まあ、ここに一間が加わってますから、まあ、5手分ありますね。5手ですね。はい。こちら4手ですよね。はい。ですから、まあ、大体石数の多い方が、まあ、単純に言えば大きくて当たり前、ということは、はい、まあ、なんとなくわかりますよね。これなら誰が見てもわかります。そうです、はい。でここの2、4、5ですね。2、4、5、これ5対5ですね。はい。5対5ですから、これはまあ同じぐらいと見てもいいんですが、はい、そうすると今度、まあ、はっきりとした字を数えるという、まあ、段階に行くんですけれども、でこことここがどうかと、はい、で次、まあ、これ黒の番なんですが、少しあの想定図という、まあ、こうなるであろうという、ね、図を作りますと、ここはもうやきもち焼いてもしょうがないですから、曲がり、でこれに対して白は受けませんと、これと渡りが約束事ですから、ここに入られた時になかなかとがめにくいんですね。こうやって取れないんですか。そうやりますとね、割り込まれて、あ、まあこの辺りが生じますからね、はい、ちょっとなかなかこれを取ることができませんから、まあこれは受けざるを得ないでしょ。羽の伸び、これで、まあ、確定しましたね、はい、で確定しますと、まあ、ここの一線はこの権利がちょっと難しいですから、まあ仮に抜きにしますと、ここに四角い3、5、15的なものがありますね、はい、で向こうもまあ15的なものがありますよね、大体、はい、そうすると、まあ、この字は大体30、これが30、はい、30ですね。でこれはどうでしょうか、まあ、ここに四角い約10目ありますね、とここに少しやって、この辺に少しやる、まあ、20は、まあ、確実にあります、はい、プラスアルファがこれがどれくらいあるかですね、こういうのはこういうのが計算できるなかなか難しいんですね、まあ、下手をすると10目ぐらいすぐ増えますし、上がなくなってもそう不思議ではないですから、まあ、仮に半分ぐらいの5目ぐらいということですと、なんか25目ぐらいの感じ、はい、ぐらいでいいんですね、 今のうちはね、ええ、でこの字はと言いますと、これはあの手をつけることも可能は可能なんですよね、はい、例えば覗いて、あ、ここまで入ってくれる可能性が、可能性はこういうあのこうジグザグの格好になるんですけども、はい、ここで、そういうね、これで妙にあの捕まりにくいということなんですが、まあ、入っていて得するかどうかはまた別問題ですね。こういう手があるということですか。可能性はあるんです、はい、でこの先ほど言いました5手使ってます。こちらの5手の方が字がまあ分かりやすいですね。これはここに8つとここにこれ12ありますから、まあ、大体20、はい、まあ、こういう形で、まあ、3線から下を字にして大体20ありますね、はい、で字的にはこちらの方がこちらよりはちょっと小さいんですけれども、その代わりまあ中央への発展性がありますから、はい、まあ五分に近いぐらいの判断で多分いいんです、これはね。でこちらとこちらがまあ五目、こちらがリードしたとしますよね、はい、でこれとこれですね、今度はね、これは、まあ、この
三子十二目というのが、まあ、なんとなくありますよね。ええ、でここにも三子十二目というのがありますね。はい、そうすると、まあ、大体これ手をつける手が ないとすれば、まあ、25目ぐらいは、見られる。ですからこの構えとこの構えが似たようなものということですね。でこちらはと言いますと、まあこれもこの辺に打ってくる味があるんですよね。まあ、例えば黒がこう失敗した受け方をしますと、こう当てるんではなくてね、こういうところにつけるっていうのはね、これは当てで効かすよりも引きで逃げ出しを見る方が有効ですから、はい、こうなると荒らされますんで、このつけにはまあ下を跳ねるというのがまあ定石形なんですね。はい、でこういうふうに頑張るわけで、仮にこれが頑張り切ったとしますと、ここは四角いのがありますね。これが四六の24という格好がありますから、はい、こういう中で地にしてしまうと、まあ30目30、で、まあ、大体こちら側とこちら側がまあ似たようなんですね。30と30 で、はい、でもう少しまあ手を入れますと、例えばこれはつなぐしかないです、はい、こんなふうにね、はい、感じ受けたと。でまだ少し味がありますけれども、まあ、大体この構えと同じぐらいの構え、この構えと同じぐらいの構えで、これはまあ似たような価値 で、まあ、まだ今黒が先手持ってますけれども、これはいい勝負なんですね。本当にいい勝負だったんですね。で、まあ、あの込みというものがありますから、はい、これから黒はその込み部分をどうカバーするかですね。まあ、このままいい勝負で全部終わってしまうと込みの負担がありますから、はい、だから仮にこれを35にするとかですね、これをこちらが20でしたらこっちを15に減らすとか、なんか上から消したりとかですか。こうですね、こういうふうに打って、まあ、これは大体打ってます。まあ、こう言っても必ずしもいいかどうかは分かりませんけれども、はい、であと上がもしも増える余地がなくなると、ここだけですとまあ10目ぐらいしかありますよね。はい、でここを何目に限定するか、あるいはここをいくつ作るか、あるいはここをいくつ作るか、あるいはここをどれくらい減らすかとか、まあ、ここを減らすとしたらまあこんな手とかですね、まあいろいろあるわけです。でこれですとこういうふうに入られちゃうと大変ですからね。はい、こすりつけて受けるか、まあ並んで受けるか、はい、そうするとこちらへつけていって、まあこういったようにましてね、でまあこうですか。まあこれはまあ黒が少しうまく効かした方なんですが、そうするとまあさっきよりもいくらかこうなんか増え加減って言いますかね、黒模様が大きくなりました。まあいくらかですね、はい、まあ断点がありますけれども、で手段は手段としていろいろ難しいことがありますが、一応あごめんなさい、まあ形勢判断の仕方、まず箇所ですね、3箇所と3箇所で、やはり箇所が少しバランス崩れてると、陽動大きい字とかね、そういうものがないと大体やられてしまう。だから箇所的にバランス取れてる、そうすると今度、各々の大きさを比べてと、そういうこと形で形勢判断されていければ、まあ大体まあその近い数字といいますかね、例えばこれは、大雑把に30目ぐらいと言いましたけど、もうちょっと煮詰まってくると28か29か30か31かって、そういうきっちりとした数字を出さなくちゃいけない局面になりますけど、まだ今のところはそういう段階じゃありませんからね。でもこの段階からやっぱり形勢判断しといた方がいいんでしょうか。まあ、プロはもっと前からやりますけれども、はい、まあ、アマチュアの方はあまり、まあ、されませんよね。それを、まあ、その方の実力でいいんですけれども、やはり一段落するとか、あるいはその岐路がありますよね、はい、戦うか守るか、はい、そういう時にやはりその自分なりの形勢判断をして、ここは戦わなくても
いければまたそれなりの作戦が出てきますから、ね、はい、まあ、ということですね。ここからは実践形で勉強しましょう。まずはお互いのバランスを取る打ち方です。序盤早々ですが、まずはこの辺で形勢判断、そしてあなたが選ぶ次の一手は、これはアマ講談社同士の一戦です、はい、低い中国でですね、はい、ここで白こちらへ、うん、まあ、ちょっと変化しましたね。あ、はい、まあ、普通ですと上辺打ったからそのまま上辺打つのが普通なんですが、まあ、ここもしかし好転ですのでね、まあ、悪いってはないです。で黒も受けましたよね。こちら挟む手もありますけれども、で白も受けました、はい、まあ、これがちょっと一路ひねりましたけどね、まあ、これもある手ですから、まあ、どちらがいいか、まあ、はっきりしません。あ、はい、でそこで仮ですね、はい、まあ、通常ですとね、広い方からかかるっていうのが普通なんですが、これがないと思えばこちらからかかる方が普通ですからね。あ、まあ、これも、まあ、あったと しましても別におかしい手ではないんですね。あ、そうですか、でここで、まあ、実戦こうかけて三々に入ったという格好になりましたけれども、まあ、ここでは、まあ、普通に受ける打ち方ですね、まあ、一間あるいは桂馬、あとはまあコスミつける手も当然ありますが、はい、まあ、これですと滑りますと、まあ、滑りを決めて、まあ、挟むって言いますかね。でここはまあ飛び合うと、まあこういう手が、まあ、守りとかって飛ぶかどうかも分かりません。だから打たないでまっすぐ飛ぶ方がいいかもしれませんしね、まあ、いろいろあるわけですが、この局面でコスミつけるのはあんまり打たれないんですよね。あ、どうしてでしょう。これですと黒も開くのが狭いという、まあ、ここに詰めるんでしたらちょっとまあ違いますけど、はい、やはり一路上に来させてますから上のまあ行き足が速くなるということ、あ、まあ、あるいはこう肩をつくとかですね、はい、あ、白の方が弱くなっちゃうんですね。まあ、これとこれがないと思ったらコスミつけは打ちにくいですよね、ですから、まあ、コスミつけない方がプロの実戦でも多いんですけれども、はい、この方が肩をついた、まあ、これはこれでまあない手ではないですね。まあ押し上げて跳ね出してくる手もありますし、まあ切る手もあるんですけれども、はい、まあ、黒も簡単にかわして、まあ非常に分かりやすく進みましたね、はい。これがまあ先ほどの図なんですが、はい、まあ、ここで形勢判断、まあ、漠然とですけどね、ここでもうしないといけないんでしょうか。これはですね、要するに形勢判断をするというよりも、はい、まあ、一つの形をチェックするということですね。あ、で中国流というのは、まあ、上辺と下辺が見合いという感覚なわけですよね、はい、で一応この感じからすると、まあ、ここには黒石も来てますけれども、白は一応上辺打ちまして、まあ、下辺も打ってある形なんですよね。で、まあ、対して白、黒はこの左辺へまあ進出したと。でこれでまあどうということはないんですね。なかなかまだこのバランス取れてます、はい、でこの構えがこれから何目になるかというのは、黒が埋めていくか白が入っていくかによってもう全然目数も違ってきますし、はい、上辺の構えもですね、白がこういうふうに埋めていくのか黒が荒らしに来るのかで全然違いますよね、はい、で、まあ、ここで白番ですが、いわゆるこの構えに対してこれとこれですと、まあ、こちらの方が優勢ですから、まあ、約そうですね、10目ぐらいこっちの方が多く 見れるんでしょう。あ、まあ、厚みがありますからね、はい、そうするとこっちの3手に対して今こちらが
5手ありますね。一応2手分多いんですけども、ここに10目というものがあると、まあ10目が1手だとしますと1手分多いと。あ、で次に白番ですから、はい、白が1手ですと、この1手分とこの10目でまあバランス取れるわけですよね、はい、ですから、まあ、この段階では非常に大雑把な、まあ、形勢判断でいいんですが、ところが実戦はですね、ここへ行ったというね、はい、これはここへ出られてますから、いかにもちょっとまあ価値の小さいって言いますかね。あ、黒があるところはもう価値が少ないくなってるんですか。ここから先白の地を作る場所はありませんからね。あ、はい、かといってこれも開きすぎですし、ここのないとここが一番広そうに見えるんですけれども、あ、そうですね、感覚的には一番広いですがね、ですからまあ打つとすれば、あの少し締めておくとかですね。 あまり欲張らない方がいいんですね。あまり先行ってもしょうがないですからね、はい、でむしろ一回締めとく方がドンといけることもありますし、はい、ここからここに行く感覚はどう見てもちょっと変ですもんね、はい、でこちら側に行くか、これがこっち一路ここ広く空いてますから、こちら側に締めるというのも立派な手なんですよね。そうしますと、まあまだ入れないわけではないけれども入りにくいという、はい、それをこちらへ行ってしまう。ここでは黒はですね、ここが5軒でここが6軒ですから、やはりここの中から打つのがまあ一番普通ですね。で仮にこうなって、まあ、受けたとしますか、はい、ここですか、でここに開かれてしまうと、これちょっと白が甘い感じになるんですね、はい、このバランスがあまり良くないですから、挟んだとしますね。で三々に入ったとしますね。でこの左下とまた同じ形をそこに作りますと、これがもうこのあくびをしちゃうんですね。これ何のためにここにあるのかよくわからないって、別にここは黒が一生懸命打ったって大して地増えませんよね、もう白がこうなってもこれ白がここから地を増やすことはまあ非常に価値が小さいです、はい、でこの前の手を生かすためには遮りじゃなくて向こうを抑えなくちゃいけないかもしれない。反対の方へね、こちらからですね、まあこういう定石があるんですけど、まあ、こうやって初めて、まあ、これの顔は立つということだけで、別にこれでいいというわけじゃないですね。ここの構えはなんか少し石が凝ってるんですよね。これですともうちょっとこうなんか発展してある方が、いずれにしてもこの星下がちょっと、まあ、ピントが外れたかなというところで、黒がすぐ三々に入ったんですね、はい、これがまたちょっと なんか早いような気がしますね。これやはり長いですからね。あ、どっちに入るか迷ってこちらに。あ、なるほど。まあ広い方に入っておけばね、これがこれですとまあ同じ長さになりますから、はい、でこれは当然広い方から押さえました。ここで伸びてますね。これあの要するに普通に打つというのはまあ押さえるのが一番普通ですね、はい、跳ねて普通に、そうですね、はい、でこうなりますと、これはあくまでも少しボケてるんですけども、これだけ広いところがもう非常に入りにくくなってる、はい、これで白はこれがボケててもこちらの満足がありますから、これで白十分ですね。ということはやはりちょっと黒の三々入りは、まあ、問題があったわけで、ところが、伸びました。伸びまして、こう伸びる手もあるんですよね。伸びる手もあるんですけど、まあ何も木をてらうことはなかったんです。もう一回伸びましたね。これはね、まあこういうのは桂馬ぐらいの方がね、なんか普通の感じなんですけどね。はい、これはちょっと危ない。まあ危ないというか、少し隅との関係がね。はい。でこうやって押さえて、まあ、仮にこれ
この時にはちょっと押さえにくいんですよね。これはこう押さえるとなんか、はい、外から切られてね、切られて、はい、これ取るわけにはいきませんね。はい、でまあこの時はここへ駆け継ぐとかという打ち方になるわけなんです。まあ、止めてもないわけではないんですけどね。ここで白が出て実戦は出て、はい、押したこちらから、やはりこういうところを出るのがまあちょっとマイナスなんですが、はい、まあ慌ての方は割とそういうところ打ちがちなんですよね。でここでもう黒は行きました。ですから白はまあここを広げるか、まあ、こちらの方へ手をつけるかということなんですが、はい、実戦はこちらさらに跳ねつぎましたね。ええ、これは黒に手を抜かれてももう生きてますんで、さすがにちょっと早いですね。これ寄せの手ですからね。あ、はい、ところが黒がこれを受けちゃったんですね。これは白だいぶ得しましたね。跳ねつぎ先手で打ったわけですから、はい、そこで構えたんですが、この構えはやっぱりちょっと硬すぎるんじゃないでしょうかね。ここに6本の、まあ、鉄壁ですからね、こう断点がありませんから、だから少なくともまあ少し上の方に向かう、まあ、これくらいでも地にしきれてしまうでしょう多分。この中に入ってきてこれが生きるというのは、まあ、ほとんど可能性ゼロに近いですから、はい、まあこちらよりもこちらの方が少し硬いかもしれませんけどね。で実戦はまあ喜んでしまったのがこうこれですね、やはり上からのね、黒からの利かしがありますから、だいぶ違うわけですよね。はい、ここで黒がこちらを締めたんですか。ここへあすぐに消しに、はい、利かしに行きましたね。はい、まあ こんなに固められてもうそれ以上は入れませんから、ここで、まあ、こちらは確定地になりましたけれども、はい、模様のスケールからすればこちらの方が大きいわけですよね。あ、でここは、まあ、こういうふうにし、まあ、すぐ、まあ、入れる打ち方もありますけれども、まあ、こちらも、まあ、どんどん広げてくることがありますので、この手はまあ別に悪い手ではありませんよね。実際はここで三々に入ったんですね。はい、これは地としてですね、大きいんですよ。大きいんですけども、やはりこちらのこのまあいわゆる消しといいますかね、それを優先すべきだったんでしょうね。まだ黒は閉まってないんですね。閉まってないですからね。こちらから押さえました。で黒がここに締めたところで、まあ、一回形勢判断をしてみますと、これはもう地なんですね。確定地ですか。でここまでが3列ありますね。ここで9ですから、ここで27というのはもう確定ですよね。はい、ここに30があります。ここで下だけで35あるわけ。プラス膨らみがありますね。はい、で膨らみがどれくらいかというのは、これはまあなかなか難しい。こちらとの兼ね合いがありますから、はい、でこれは先ほどこれよりも大体10目ぐらい多いと言いましたから、まあ価値的には大体20ぐらいの価値、はい、これもまあ35プラスアルファだから、まあ、55プラスどれくらい増えるかというですね、はい、こちらはどうでしょうか。これはこれは計算しにくいんですけども、そうですね、この一件に対してここまで加わりましたから、はい、この中に入ることはまあほとんど不可能なんですね。はい、このいわゆる三線、こちらもまあこの隅の味とかいろいろありますけども、まあ大体地かもしれません。そうするとこの4線から右側ですね、ここで下からこう10本ですね、11、12、13、14という14ということは、これでまあ30、40、そこが30としてまあ40、はい、40ですね。これでこの上の厚みはまあ抜きにしますと、ここにまたなんかちょっと四角いものがありますね。これが三四の12という格好があって、あとここにおまけが少しありますから、ここに15目ぐらいと、こっち側の辺で40、こっ
この辺で15、55ですね。55ですか、ここだけで。55とあとは、まあ、未定なものがありますね。そうすると55というこれとこれでさっき55プラスアルファが、はい、で黒は対して他にこちらとあちらで10目ずつ20あるわけです、はい、そうすると75プラスアルファ対55プラスアルファではこれはもうすでにプラスアルファ別にして20黒が多いです、はい、大変ですね白は。ということは白が大変というよりもこれ負けなんです。あ、もうダメですか、普通にこの後普通に進みますとね、はい、でこれは何がいけなかったかというと自分の構えよりも相手の構えの方が大きくなってさらにこの隅に入ったおかげで確定模様を確定時にされちゃったというのですね、はい、だからこの手では黒はやはり白の模様を防いだことと自分の模様を広げたということでこの手は非常に価値が高いんですがこの手がですねここへ入っていって、まあいろんな手がありますがこれで狭いながらもですねこの急な攻めは、まあ、食わない比較的、まあ、目が作りやすい形とされてますね、はい、この一角をボンと荒らす。そうすると先ほどこっからここに30でここに15この上は抜きにしましてここに45という大雑把な数数えましたけども、はい、この入った瞬間にここにわずかにありますからこのものを引くととりあえず10目ぐらい45と10ってことはじゃあ35も荒らしたことになっちゃうんですか。随分減らしましたよね。あ、すごいですね。ここもさっき白地ができました。今度は黒地ができますからね、はい、小さいわけではないんですが30を減らすことから比べたらこれだいぶ小さいですからね、はい、ですからこの埋め込んだ一手これはまあ上にある方がまあいいって言いましたけれども固く打って地にしたと思ってもやはり構えが小さいと地になっても悪くなっちゃうこと、うん、この広いままにどんどん地になるのが一番いいわけですよね、はい、ですからそういう瞬間はやはり消す側は逃しちゃいけませんしこういうまあこれも20数目の実利なんですがまあ手止まり的にここで締められてこれからはこう浅く消すよりしょうがないです、はい、消すというのは消した石が安定しませんから向こうを膨らますということがなかなか難しいんですよね、はい、でこの局面は黒が優勢になったというそういう局面ですね。実戦図三々に飛び込んだ手は大きそうというだけで選んだ手想定図のかかりが正解でした。形勢判断の習慣をしっかり身につけましょう。攻める前に自陣を補強する。形勢判断には形のチェックも大事な要素。お互いの弱点をしっかり見抜きましょう。白番、次の一手は。これはアマ講談社同士の一戦です、はい、まあいきなり三々、はい、黒の三々っていうのは、まあ、プロの中でも比較的珍しいんですけどね。石田先生よく打たれるんでしょうか。私はあの白でね、白で三々がまあ多いんで黒の三々というのはもう数えるほどしか打ったことがないんですけど、ね、あ、そうなんですか、はい、で二間バサミですね、はい、まあ、これといってね、ええ、まあ、それに対して挟み返して、まあ、これも立派にある手ですね。すぐに腰につけました、はい、で、まあ、左辺が長いから、まあ、こちらが地になるのを防いだということなんです。まあ別に
こちらも広く空いてますからどっかにこう閉まっておくとかですね、はい、あるいはまあ真ん中辺を、まあ、いろいろありますけどね。まあ、今風の一本だけ向けといてというまあこれは三々に対してまあ一番多く打たれるかかり方ですね、はい、これに対してまあ星下まで開いたでかかりを打って一間に受けたと。でこれが先ほどの図なんですが、はい、まあこれで、まあ、バランス的にはねあのそんなに悪い手を双方打ってる感じがありませんから、まあ、これからの碁なんですが、実はまあ注目すべきはこの位置なんですよね。なんかちょっと広いような気もしますが、そう見えますよね、はい、でまあ、ここにあれば非常にしっかりした形ですね。で白がここで、まあ、どういう考え方をするか、まあ、広いままを頑張られるのはやっぱりあんま愉快じゃないと。ああこのまま地になってしまっては、ええ、この石とこの石を分断すると、まあ、もしかしたらこれが攻めれるかもしれない、あるいはこの石が上に石が加わった時にここにコスまれると左下の隅が白が攻められる可能性もあるとという、まあ、からくりなんですね、はい。そこでここを入っていった時にはこの石から縦に黒石が加わることが可能性が大ですから、はい、まず一つはこの身の安全を図っておくと。定石の途中だったんですが、そうですね、はい、これはまあ開くよりしょうがないんですね。こことここと両方打たれちゃうといけませんから、そこで、まあ、ここに入っていくんですが、この入る前にこれもまあ定石とはいえこの後で白がここに打つのもまあ一つの定石なんですね。でこれは黒が一番普通の受けがこう下がると。でこれは下がる打ち方とカケツグ打ち方とありますけれども、はい、白の字あるいは黒の字がだいぶ違うんですよね。ですからやはりこう早いうちですとこう下がらざるを得ないと。でここまで変わりまして、まあ、今先ほどの図から見ますと白が3手黒が3手ですね、6手進んでで初めてここに入っていくと。こう入ると一応こう打たれてちょっと出にくいもんですから、はい、まあそんなに深く入らなくてもこれはまあ割るという打ち方ですよね。この石とこの石はね、はい、高い方が逃げやすいんですね。これを防ぐのはあの上から封鎖するのは無理ですからね、はい、で逆にここにあると次にこうやればこれが封鎖されますね。封鎖されますとこういったものがこう全部受けなくちゃいけませんから、はい、これは止まっちゃいけないということで出ます。で、まあ、一緒に出てきます。これは伸びですね、はい、でここまで来ますと、まあ、これほっとくと危ないですから危ないところを受ける。の次にまあ、目につくとはこの帽子が好点ですから、まあ、黒もここにかぶせられると鬱陶しいですからね、ええ、で、まあ、まあこれは、一軒でなくてもまだこの横に白石がありませんからね、はい、まあ、二軒のままでも大体大丈夫で、こちらが、まあ、これももちろん止まっちゃいけませんから出る。そうするとまあなんとなくこの石の方がこの石より先に行きますからこれが捕まるということはないです。でここがここを蓋することはもう簡単ですよね。で蓋が加わると先ほど言いましたこういった手が全部先手になる、はい、でこういうところが効いてくるとまあいわゆるこの白がかなり、まあ、威張れるという格好なんです、まあ、対して黒はですねここに石が来ましたよね、はい、これと変わってますから、そうするとこの石から開く余地がなくなってますよね。ここがもう狭いですね、狭いですからね。でこちらを続けて打つということも可能性ありますけれども、この石を逆に動き出して、まあ、これは肩をつく手とコスむ手と伸びる手と両方ある、これ3通りあるんです、は
はい、まあ、いずれを取ってもいいんですけれども、まあ、例えば出たとしますね。でここへまた出てきて、まあ、ここへ出ていく。そうすると、まあ、次にこうやりますところが止まりますよね。ええ、で白がまた出るわけですね。はい、でこういった形でここから、まあ、ターンを発して適当な落ち着きを持って今度こちらに移ったということなんですね。でこれが一つの考え方なんです。白の他の手も調べておきましょう。まあ、仮に平凡にこう挟んだとしましょうかね。これもよく見かける手ですね。そうですね、形、まあ、部分的な、ね、形としてはよく見かけます。コスミつけますね。 OK でしょうか。はい、でこれはまあ主張関係がある定石です。まあ、大体こちらの方に黒石がありますから、じゃあ跳ね出して主張に取れればね、大体こう抱えた方がいいんですけども、これはどうでしょう。ここに石があるから、あ、黒が黒がいいですね、主張がね。そうすると、まあ、当ててもつまりませんから、まあ、大体伸びると。そうするとここに、まあ、一応白の、まあ、力が加わりましたから、今度ここがやはり少し心配ですよね。はい、ここで、まあ、こちらはこういうふうに守る非常に硬い打ち方から、まあ、少し頑張るって言いますかね。この頑張るってのが得かどうか分かりませんけどね。まあこれはどちらもあるんですよね。こちらの方が、まあ、もちろんここの間隔は短いですが、その代わりここに来られた時にこう少しつけてこういうふうに切ってくるとかね、この少し嫌味を見られることがありますから、はい、まあもちろん来られても驚かない、まあ、場合もありますけど、まあ、こちらかこちらどちらかいいか。でこうなった時にどうでしょうかね。まだこれ別に取れてるわけではないですね。いくらでも逃げれますし、でこれがまだ、命がなくなってるわけでもないんですね。そうすると長いところ手順で回られて、なおかつまあ少し、なんていうんですかね、はっきりしない形で、これはあまりいい作戦とは言えないんですね。白のこの一間バサミが、まあ、ここに2つ加わったことによってのプラスはありますけれども、ここに加わった強さがここをしっかり守られると、力は貯めたけれども発揮する場所がないという、ちょうどいい手順で黒が回り、そうですね、こっちにね白が開けてるような格好ですとね、はい、ここの価値が増しますけどね。ここの2手をポンポンと打たれてしまうと、なんかこう厚みはできたけども身がないというか、でこれはちょっとこの局面ではおすすめしにくい手なんですね。はい、ここまで来た石を、この石を一回しっかりしておいて、まあこれはあの先ほどツケから打ちましたけど、単に打つ手もありますし、こういうふうにまあ仮に受けたとしましてもね、これで立派にこれがあの 役目果たしてますから、なかなか取られないですね。これはもうかかる石じゃありませんからね。はい、相手の石を入るときは自分が強くなきゃいけないんですね。そうですね、やはり入るというのは入った石も急には強くなれませんからね。はい、で一つだけの弱い石ですと、まあ、しのぎが簡単なんですが、二つ弱い石ができると、まあ、両方苦しくなることがありますんでね。はい、まず一つをしっかりして、で狙いの場所に行くというのが、まあ、一応戦いの切りですかね。はい、想定図を作る。白番です。次の一手 ABC の中から選んでみてください。これもアマ高段者同士の一戦です。はい、二連星対星と小目というですね。はい、ここで白は手を抜いて、こちらから、はい、まあ、この辺はあのいろいろな考え方できますからね。はい、別にもうそれぞれ悪いってことはありませんから、はい、でここに構えられたからここが大きくてということで大げまにかかりましたね。
まあ理にかなってるといえばかなってますよね。でこれで隅を受けるか弾み返すか難しいところですからね。実戦はこちらから、まあはい、それも立派な手ですね。でここでこの定石をもしやってしまうと白がすぐ悪くなりますね、これはよく打たれる定石なんですけれども、部分的にはねよく見かけますが、この格好でここにこの格好を作られちゃうと、もうこういった手がまあほとんど、まあ、価値がこの前のこういう手が少し価値がなくなりますんでね。あ、これは価値のない手になっちゃうんですか。ちょっとこれは白が甘いですね。あ、そうですか。ですからこの時にこの時ですね、こう伸びるのが、そうしますとこれ星にあったことに戻すことができますよね。はい、これで三三入ったのと同じことに、この局面でかかって挟んで三三に入って何もおかしくないですから、はい、ですからこれがまあ最初は小目にあったわけですけども、これを選んだわけですね。これは正しい選び方ですよね。あ、この手はなかなか気がつかないですね、で前に打った価値を今しっかり維持したということですね。はい、そこでこちらへ、はい、これも、まあ、ここにないのにここに打ったということはやはりこの挟み返しとかねツケとかいろんなことを見られるんでここに打った、これも立派な手なんですよ。あ、そうですか、なかなかね。ここで割り打った、まあ、割り打ちではまあかかる方が普通なんですが、と言いますね、これですと、まあ、こっちから冷たいような感じがしますね。これね、これが低いですからね、高いとここに打たれて、まあ、少し裾が涼しいですが、これはしっかりしてますから、ここを誘って例えばここに守るとかですね。これが黒いい調子なんですか。そう、まあ、この方が普通ですね。ここが大きくてここが狙えますから、はい、まあ、例えば守ればこういうところを締める、まあ、実戦はこちらから行きました。まあ、これも別にそう変な手ではないんですが、でこの局面が先ほどの図ですね。はい、テーマ図ですね。はい、ではこの A の実戦から解説をお願いします。はい、まあ、これはもちろんこの下辺の黒のまあいわゆる拡大っていうかそれを、まあ、阻止するわけですが、はい、ここで一つ、まあ、考えなくてはいけないのはここに三三というのがあるわけですね。はい、でこれは三三に対して、まあ、純粋にこう遮る打ち方とこう譲歩する打ち方と、まあ、中を取ったこういうグズム手もありますけれども、でこうなるとこちらでは、まあ、張ってもこすんでも生きることができますが、ここに下がりが来てこの眼形が薄くなりますから、まあ、こちらの石が攻められるのはこれはもう当たり前ですね。はい、でこれをいつ入るかというのはなかなか難しい問題なんですが、この石が強くなってるといつ入ってもおかしくないんです。こう来てこっちを荒らされる方が黒は辛いこともあるわけです。はい、ところがこれが備えがないと必ずこれは分断に来てこっちを攻めに来ると。はい、じゃあ弱い打ちはまだ入れないんですね。でこれがですね、仮に強くなってこうはなりませんが、まあ、仮にまあ、こういう形になったとしますね。はい、そうするとこうこの下辺の黒字が拡大も何もないわけですよね。もうこれからここに増やしてくるものは大したことありません。この隅が微妙なタイミングがありますから、仮にこことここと変わったとしますね。でこう入って
こう生きられましたら、これの価値よりもここの価値の方がずっと高いわけですよね。はい、こっちを攻めなくちゃいけないってさっき言いましたからね。ここはもう先手で止まるようなところを守ってあるわけですから。で、こことここがまだ一手では黒地が完成しにくい場所なんです。はい、ですからこの手はちょっと早いんではないですかということなんですね。ここに手が目が向くのが、はい、一手じゃ黒地にならないところを消しに行っちゃったというまあことに近いわけですね。はい、で次の B は一間飛び、この一間飛びでした。これはなかなかの立派な、まあ、先ほど言いましたようにここに備えがあるとここがいつでもタイミングよく入れるという、はい、ですからこっち黒が受けてここに入られた時にこう打つことがちょっと辛くなるわけですね。囲ったところまた荒らされるわけです、はい、でこうなる、まあ、譲歩するとここで大幅に削ることができますから、ここはもう囲わしてもいいってわけです。こちらで譲歩するくらいなら黒はこちら囲わないでこちら頑張ってる方がいいかもしれません。あ、でこの場所とこの場所を交換することはこちらにとってはこれがないと入るのが無理だとすればここでできて攻められますからね、はい、ということは入れないわけですから、守りに対して守り、これとこれは白は不満がないんですね。これはここを守ったわけですが、これはやはりこの広い方に多少のプラスになりますから、はい、白模様の役に立ってるわけですか。あのこのこっからここの線がですね、まあ止まるとも言えませんけど止まらないとも言えませんね。例えばもう一手加わるとここのこういった打ち方とかですね、この辺までくればまた止まったっていう感じになりますよね、はい、止まらないとも、まあ、限らないっていうと、このこちらの模様化にだいぶプラスしますね。ところがですね、もう一つの候補がありましたよね。はい、C の一間飛びですね。まあ、やはりこれが、まあ、一番自然ですね。これがじゃあ正解ですか。やはり、まあ、白の最大の、まあ、模様はやはり上辺ですから、まあ、いずれ何かの都合で左辺が盛り上がることもないわけではないですが、はい、やっぱり今こう目で見た瞬間の長さ、まず長さがありますね。それをこう今度幅をつけると大きな字になりますから、でここへ備える手は立派な手なんですが、ここへ入られた時にどうするかということを、まあ、ちょっと勉強してますとね、はい、これは一見これはまあつけるような状態ですね、はい、でこの石が向こうへの主張がここに渡ってますね。ですからこう来ることはこう切られて取られまして、まあいわゆる主張というのはこれですから、はい、これは黒が悪いですからね。これがこう来るとここに当たってるんですね。そこに当たりますね、はい、ですからできないということは伸びるしかないんですね、はい、でつなぎますね。で入りますね。で押さえまして、またでこれはあんまりのんきに受けてますと突き当たりからこうコスミつけられて、これはそっくり渡られて、これは黒地がだいぶ増えますからね、はい、これはちょっと甘いんですね、はい、ここでここを突き当たると、まあダメを詰めて、で当たりにつなぐんですね。と今度この断点がありますから断点をカバーする。でこちらから跳ねた時に、まあ、これは飛ぶのが形とされてますね。これですと当てっぱなしで、これがこうで頑張られる。あ、切ってもこうで頑張られる可能性がありますから。はい、でこうやっておけば
こうつなぎの根が厚いということと、つないだ瞬間に、ま、今度は取れますからね。でこう受けるのがまあ定石形、はい。まあ、ここで白がまあここへ出られますとね、なんかこれはもう攻めるというよりも下手をすると攻められる可能性もあります、ね。まあここへ止めて、黒がまあもう一回ここに打てば、まあ、これで生きたという格好ですね。生きたということは、まあ、まあまあ荒らしたということにもなります。でこれはきっちりとした形ではありませんからね、まだ出の味があります。まあこれこうなればここの方がいいんですけど、これですとまあちょっと黒の生き方が少し違ってくるかもしれません。もう少し黒がうまい生き方しますんでね。で立派な手なんですけども、ええ、こう一番、まあ、白が威張りたいところを荒らされますと、多少断、まあ、この断点は若干遠いんですけどね、はい、狙われないとも限りませんし、一応白の主体を荒らしたってことになるんですか。ということなんですね。ですから、まあ、こちらが、まあ、こちらよりは多分いい手でしょうけれども、C の一間飛びにはちょっとかなわないかなという気がしますね。はい、この手まずからしますと、やはり、まあ、ここにグッと備える。でこれがここの防ぎにもなりますし、こちらへの、まあ、応援にもなるわけなんです。ここに黒が壁ができますと、必然的にこの白が多少薄くなりますしね。はい、まあこれはやはり一番長いところをこういったことではなくて、よりその、まあ、効率よく守るということですね。これで、まあ、こちらの黒の構えに対してこちらが十分対抗できると。まあ、あとは箇所的に似たようなもんですから、まあ相手が一手で大きな地が完成する場所ですと、うん、急いで消しに行かなくちゃいけないこともありますけれども、はい、こちらがまだそういう段階になってませんからね、うん、つい相手の地って大きく見えるんで、まあ、そういうこともありますけれどもね、まあ、ここではまだ守ってる方が、やはり一番いい手でしたね。はい、弱い石を作らない、白番です。次の一手は A か B か、あなたの第一感は。これもアマ高段者同士の一戦です。まあ、一応六段同士という感じなんですが、ええ、まあそうですね、いろいろやりたいことはやってみようという相当いろんな定石を覚えて、うん、結構そうですね、いろんなものを やられる方がいいんですよね。あ、うん、はい、いろんなことがだんだん分かってきますからね。まあ、これも今割と流行りの一つの定石で締まりました。まあ、文句なしですよね。はい、やはり、まあ、多少この厚みを地にしたいということで、まあ、こちらからかかるのも、まあ、これも分かりますね。はい、そしてさらに取りました。はい、まあ、それもなかなか立派な手なんですね。あ、まあ、ここへの圧力かけてますから。あ、はい、でこちらも広いですが、黒に、まあ、こちらへ受けるかこちらへ来るか、まあ、手を渡したってことですね。はい、で黒がこちらへ、まあ、これは、まあ、これで常識的な手ですね。はい、まあ、これももちろん決めない手もありますし、まあ、決めて簡単に決めてここを急いだと。ここが一つの急所なんですか。これこう止められちゃいますとね、もう大変ですから出るよりしょうがなくて、そこで開いた。まあ上辺も大きいですからね。そこで飛びました。はい、まあ、これもこう白でね、逆に煽られると、まあ、ふっくらとして、もうここはもう岩みたいに硬いですから、はい、
手がつきませんのでね、やんわりで、ここで白が受けましたが、それは少し固く受けすぎたかもしれませんね。手を抜くのはもう手を抜くのももちろんあります。あ、そうですか。手を抜いて何かこう入ってこられるのが心配なんですが、入ってこられて、まあ、それ一緒に出てけばいいんですよね。あ、まあ、例えばどこでもね、一着打っときまして、これはこちらの白が非常に強いですから、まあ何の心配もないはずなんです。確かに黒の方も怖いですね。まあ入ってくるのは怖いですね、はい。で肩をついたんですね。まあなかなか積極的にいってます。でこれが先ほどのテーマの図ですね。はい、そこでこちらが A、こちらが B となっておりましたが、はい、まああのやはり封鎖されるということはですね、まあ封鎖というのはここの場所なんですけども、はい、封鎖されるとまず封鎖されても、まあ、ほっといて生きてるかどうかという、これは長さがこれだけしかありませんから、ほっておきますと、まあ、順番に狭められて、まあ、順番に狭められて、これはちょっと広さがもうないんですよね。まあ、あとなんか結構すぐ、もう丁寧に打たれたらもうここだけで二眼できませんからね。はい、ですからということは封鎖が先手になるということですね。これは白手を抜きにくいんですね。まあなんか打たないとたちまち死んでしまうと、はい、そうしますとこの、まあ、黒がまあ一貫してこうぐっと厚くなる、まあ、それに対して出ますと今度この石がこちら側と切れますよね。でこの左の方は白が、まあ、ここに丁寧に一着入れてますから非常に厚い。でこの左上の黒はここに滑られますとこの隅だけで二眼を作るのがなかなか大変な格好なんです。ということはこれは自分が出るということと同時にこの石を切って攻めを見るということなんですね。はい、でこれが逆にこうなってしまうと連絡してしまいまして、これがこの模様のプラスになるわけですよね。随分と景色が違いますね。そうですね、この一択で、まあ、こっち側と向こう側でだいぶ違いますよね。でこれがまあ手順を変えまして黒がこうなって白がこうなってて、そこで白番でどこへ消しに行きますかということであれば、はい、これは多分これが100点でしょう。あ、はい、もうこうなっていたとすればですね、はい、ところがまあ現実にはこれがまだ来ませんから、まあ、こちらを優先する方が、うん、でここにさえ出ておけばこれをこう縦にね膨らましに来ることはちょっとじっとして囲いきれないんですね。頭出してますから、とこう横向きに囲われる分にはこれはしょうがないんですね。これなんか大した増え方ではない、ということですか。まあ、ここの3のここ6個この分が増えるぐらいですから、これ縦にどんどん増えてくるとこういう感じになりますからね、はい、それはちょっと大きいんですけれども、ところがこういうところが止まってるとまあどんどん縦にもね来られる可能性があります。こう打ってこの厚みをこの攻め味を見るというふうに使うんですね。で、まあ、仮にここですとゆっくりこう攻めていって、この石がいつまでたっても不安定ですからこちらを増やすことができないんですよね、はい、とこの平面だけの字ですと、まあ、白も十分やれるわけですね、あと残ってるところがこの石を利用しながら打てますから、目下これどちらが強いとも思えませんよね、はい、ところが白には弱い石がどこにもない、対して黒にはこの石が弱いとするとこの 目に見えてないところがの力関係が白の方が強いわけですよ。あ、例えばこういうふうに来た、まあ一歩一歩行ってもこっちから追っかければこっちへ入りますし、こっちを増やそうとするとまたこちらが弱くなるとかですね。ここは白は
慌てなくて相手の不安定な石を利用するということなんです。実戦はこちらへ肩をついてしまいました。こちらを優先したんですね、はい、やはり、まあ、直接地が増えるところはこちらですからね、そちらに目が行くのも、まあ、ある程度やむを得ないかもしれません。押して飛んだ、まあ、これは飛びと伸びと、まあ、迷うところなんですが、まあ、伸びてる方が要するに抑え込みがきついわけですね。あ、はい、まあ、飛んだということは、まあ、割り込みまして押さえて飛んでましたね。まあ、こういう形あるんですけど、で今度は仮に黒が手を抜いた時、白はここ右辺をどう打つかというと、こう打ってもしょうがないんですね。これかえって切られて取られに行くようなもんですし、はい、まあ、ここに覗かれることもありますしね。でこれは、まあ、ここに打つのが形で、うん、でもこの手は単に割ったということで、この伸びからここに押さえ込むというこちらに対する迫力というのは全くありませんよね。ですから伸びの場合は黒はここを大事に打つわけですね、はい、で飛びの場合は逆に言うと、こう割り込んであればここは急がなくていいんですね。あ、もう白からも大したことがないということですか。でここはもう当然ここに打つべきで、はい、あ、まあ、ここに来てからでもまだいいところなんですか。やはりここに打っておけば今度この石攻めれますからね。はい、例えばこれぐらいですと、はい、まあ、それと変わって、まあ、急に攻める手もあるかもしれませんし、まあ、これからまあじっと、そうしますと先ほどちょっと石を外しますけれども、こういうふうに囲うというね、こういうふうに囲うことと、今こういうふうに、これでまあここ三線からこちら地になります。こことはそんなに変わってないんですよね。あ、そう言われてみると、まあ四線にあったものが三線に来ただけで、はい、まあ一路です。で先ほどは、ここに出られてしまってましたけども、ここは切ってますから自分の石は安泰で、ここでできそうな眼形を取っておけば今度この石への攻めがですね相当期待できるんですよね。と先ほどは白が黒を切って根拠を奪って不安定な黒石を利用しながら打つという、今度はこの白石だけ切られてるわけです。今黒はほとんどつながってますからね、はい、そうするとこの空いてる部分が今度黒がこの白を利用して、まあ、例えばこちら、こういう打点かですね、これはまあ難しいんですけども、この広いままになかなかここがこの不安定な石があると、まあ、入れないかもしれませんし、まあ、もうちょっと狭めてもいいんですけど、だからガラッと展開が変わってきますね、はい、広いところ、地ができそうなところに目が行くことは気持ちとしては分かりますけど、まずもっと真ん中のは広いんですからね。ああ、こういうところっていうのはなんか分からない、はい、難しいですね。ですから広いところは止められたら、まあ直接いかほどの地になるかは別にしまして、やはり出ておく方が、まあ、身の安全と相手の攻め味という、やはり、まあ、仮にこちらが大場だとすればやはりこちらの方が、まあ、急場というような感覚ですよね、うん、形勢判断による作戦の立て方。1971年、22歳の石田七段は臨海坊本因坊からタイトル奪取、史上最年少の本因坊となりました。その後5連覇、トッププロとしての地位を不動のものにしました。
この碁はその挑戦手合第4局、黒の次の一手を考えてみてください。この碁は林本因坊に私が初めて挑戦した、ええ、その七番勝負の第4局目なんです。はい。でその3局が私が、まあ、白番からスタートしまして1勝2敗なんですね、ええ、で、まあ、7番勝負1勝3敗になると大変苦しくなりますから、ええ、まあ、黒番を勝っていけば、まあ、五分に戻せるということで、まあ、大変印象に残ってる一局なんです。じゃあこれを勝たれてで2勝2敗に戻したということですね。で本因坊を取られたわけですか。で残り、5局目6局目を勝って、まあ、本因坊になったわけです。あ、じゃあ思い出の一局ですね。まあ、その中の一局ですね、はい、まあ、もちろんね、いろんな打ち方がありますが、まあ、黒としたらこっちを先手で打ってこっちも締まりたいということで、はい、白が、まあ、そうはさせじときたわけですね。でつなぐと桂馬に打ってこちらへ締まったらハサミが厳しいですよというのが、まあ、この覗いた意味なんですが、はい、でつなぎたくないと言って押したときに手を抜いて、はい、で、コスミ、まあ、これはもうあくまでもこの碁は右辺を大事にしてみようということなんですがね、はい、はい、ここでさらにここへこう跳ねて受けるという形がよくあるんですよね、はい、これはね、まだね、ここがね、少しね、あ、まだ地じゃないんですか、まあ地とは言えませんね。だからこっちでどうでしょうかと言って、これは初めて見たんですけど、まあ、珍しいですね、やはり、まあ、こう圧迫されると鬱陶しいですから白が。で、まあ、これは一回様子を見て受けました。まだ長いですからね、まあ、直接動く手もあるんですけど、まあ、ここに打っとけばもう入る気はしないわけですね。ここにもありますからね、はい、で手を抜きますと、まあ、これ取りに行きますよということで手を入れて、これはじゃあお互い満足の別れなんでしょうか。まあ、どちらかといえば白の方が満足かもしれませんけどね。そうですか、黒が少し変則的に打ってますからね。あ、まあ、ここが硬いから裾で頑張ったということですね。で構えて、で、まあ、下辺、まあ、順番としたらやはりこちらよりもこちらを優先して、まあ、その次にこちらに来た。で、まあ、ここもいろいろあるんですけども、とにかくこの碁は確定地で打ってみようということでね、抑えですね、そうですねまあ、これも定石形ですね、はい、で普通は切るんですけれども、切るとまあ横に打って一目取れますけれども、まあ、曲がりからですか、まあ、両方ありますね、で、まあ、はい、でこうで、ここもまあ地になりやすくなるんですよね。あ、これがここに打つかここに打つかちょっと迷いますし、押さえてここへ、なんかまたまた辛いですね辛いですねまあこれですとつなぐよりしょうがない、はい、でここをまあどこへ守りますかっていうとね、で、まあ、こうやって守った、はい、ここでこの頭を叩いたと。まあ、考えによっては先にこっちがあったら今ここでここに打ったようなことなんですが、まあ、若干ちょっと違うことがありますけれども、ここで白がここに入ってこういうのは入られたからといってすぐに動いたりなんかするのですか。やはりこちらを地にしようという、こちらに資本も相手に与えてますから、はい、だからまあ、自分としてはこちら側に資本投下していますので、ええ、やはりそこを大事に打つということですね。ここ荒らされちゃいけないんですね、ええ、でこの石目はまあ別に取られたとも言えませんし、これまだ空いてますしね。あ、はい、まあ、こういう格好もありますけれども、これとこれが白がいかほど得したかというのはちょっと分かりませんよね、うん、これが鉄柱がないとまだここのダイレクトで荒らすことが可能かもしれませんからね、はい、
まあ これはもちろん航空が長いですからね、こちらのことよりもこちらを頑張ろうという、まあ、意識が強いんですが、はい、ここでこれ白の勢力に一見見えますよね、はい、ところがここにありますしね、まあ、ここにその前に打ちまして、これで今ドンと入ったわけですね。これはここがテーマ図の局面ですね、これはね荒らすという感覚よりもね、こう攻めに行ってるんです。これ攻めれるんですか、どっちか、まあ、例えばここと同じように、はい、白もまあ固く打つとこういう格好ですね、まあ、一応これでまあ分断したということになりますね、はい、そうすると、この石がそんなに今直接弱いわけじゃないですが、ここにコンと行く手が目を取れますんでね、これはこう押さえますと、押さえますと、まあ、押し上げてこう擦んで渡りますね、これで渡ってるんですね、こうやっても切れますね、はい、これでまあ目がなくなりますからね、はい、まあ、将来上が黒が厚くなった時には投資しちゃう可能性もあります。そこでえいっときて、まあ、これはここの付け越しが当然あるんですけれども、こちらの2目を捨てて、まあこうやればこの2目が取れるんですけどね、2目取ってる間にまたこれを取られてしまいますから、この場合2目取ってもこれは下がりがなくても取れますからね、はい、これが無駄になりますから、この2目は取りに行っちゃいけないんですね、あ、黒としては、でここへで跳ねました、実際跳ねましたね、まあこう打ってもあるんですけども、ここへ滑っていって、これがまあダメを詰めると跳ね出しがありますからね、だからここはまだ黒は切れませんが、これで大威張りで生きて外側の白が少し薄いんですよね、あここは切れなくてもここ切れますからね、はい、そうするとここで下がりが来てますから、ここだけで単独でまだ生きてないという、はい、そこで中に入った上にまだ白を狙えるんですね、抑えましたね、で抑えました、2段に入れます、まあこういうのは大事なんですが、こう切りから打ってしまうと、これ逃げれませんし、まあ味がいいですがね、はい、これで切りがないと今度こちらから当然切れますよね、ですから白はここには引きにくい、かといってここにつなぐのもこの伸びがちょうど覗きになってますから、これは白が最悪ですね。そこで、ま、切って取ってきたんですが、はい、両当たりですね。これはしかし両当たりですから、はい、でしかも断点が残ってるということでね、はい、白も守りですね、ここに守ってこちらカバーしましたけども、ここがまだつながってるわけじゃないですか、でゆっくり打ってここでまだこう切る余地もありますよということでね、これはしかし大成功しましたね、あ黒は、はい、まあこれとこれ仮に、まあ、今打ちましたけども、こう見ますとこの字とこの字を足してこの辺に少しある黒字を見ますと大体10目なんですよ、白字が。それしかないんですか、ね、はい、で対してこちらの字は、まあ、25目はしっかり見れますね、はい、そうするとこっち方面で15目よりももうちょっと黒が多いんですよね、あでこの字計算しますとこれ1 この3つの中には入れませんから24689ですね、これで3927というのとあと膨らみで、まあ、35ぐらいは十分見込めます、でこっちに引いた残りの15は十分ありますから、一応50は、そうするとここに白はまあゴミの分を抜いて45を作んなくちゃいけない、45というのはどういう字かと言いますと、これで4線から向こう字にしますね、はい、でここまでで10本しかありませんね、これ30しかないですね、あとここの塊で40で、これ40、まあこれは黒から打てば
まあ、仮に引いたとしますか。で曲がってっても黒が取られるんじゃなくてこの白が取られますからね。でまたここに10目ぐらい増えますから、はい、とこの局面あやはりここの打撃が大きくてこの瞬間白が大変なわけですよね。妙に落ち着いてますよね。羽すごく打てないというか、うん、やはり、この石を逆に攻められることは耐えられないわけですね、うん、この白が、まあ、強いですよね。完全に来てます、はい、でこちらの方に白石が効きがありますか ら, だからこの石からこっちへつながることは価値もありませんしつながりもにくいわけ、はい、ここでもしも奪われてしまいますとこっちの字も減りますからね。あ、まあ、まあ丁寧に囲われても自分もここができますから、こう囲いますとさっきのこっちの40に対してまたここに十数目増えましたけども、ここに増やすことができればそれで十分なわけですね、はい、ここまで黒優勢です。こんな時上辺の白模様が気になり打ち込んでいくのはかえって危険を招きかねません。この後の黒の打ち方を参考にしてください。まあ半分おおよせみたいな雰囲気の、まだでもこう中央たくさん空いてますけれどね。はい、まあなんていうんですかね。あいややはり。こういうところで来られるのが、まあ、黒もちょっと心配な部分がありますし、はい、まあ形勢に自信を持ってますよとどれくらい持ってるか別にしましてね。これにも、これもね、まあ、本来受けなくてもなんとかなるんですけどやはりこうつけてこう切ってくれるのね、あ、これこういう手が、うん、これでこことここ、まあ、ちょっとうるさいもんですからね、はい、まあそれをきっちり受けてここにさえあればやはりここを突破してこの石をまた攻めれますからね、はい、いやここへ守っておくのがまあ一番普通なんですけどね、うん、もう勝手すごいですね、勝手にしろとここを切ってきて攻めに来るかこっち入ってくるかもうどっちかも好きなようにしてくれということ、じゃあ荒らしに行きましょうということでね、荒らしに行ったんですが、はい、白もすぐに大きいですね、すごいですね。もうこれはいざ取らんかなという手だね。かなり本気という感じですか、かなり本気ですね本気の人はあまり怒らしちゃいけないこれはいでしょうか、押さえて、まあこの辺はまあ今のうちということですね、はい、コスんで、まあ、その一目を取ってしまえば二眼はないんですが、あ、そうですか、まあ二眼はないんですがまだ上の方がねそんなに下がりませんから、はい、ほぼ行きというと、まあ、切り取る手とかね奥手とかいろいろありますけれどもね、もう嫌だって一眼も作らせないと、はい、で一回切り返して、まあ、これがちょっとしたテクニックで、はい、実践は、まあ、どっちから当てるかですよね、はい、で左の方から当てると、棒につないでこれが二目が取れちゃうという二目が取れるないしは、まあ、ここで単に切るわけには3対4ですからね。これはダメですね。白負けですか、はい、で一回この ガチャンと当て込みを打つと左側がこうダメが詰まって逃げてしまってということですね。これまずいんですよね白がね、はい、まずいって、まあ、潰れですね、はい、というからくりで左からは当てれません。これはダメなんですね、で実戦もこのように、はい、で三が利用で、まあ二の一、これまあ筋なんですね。ここで白がうっかり1の3から当ててしまったんですが、それがちょっとやっぱりまずかったみたいな。二の四からこちらから、このからくりがね、まあちょっと進めてみますか。はい、どう違うかということを、まあ押さえてしまえば一本道ですね。
でここで、まあ、実際はこう上をつないだんですが、実は単純この4子とこの4子の攻め合いはここに曲がっていればこの攻め合い白が勝つんですね。今3対3なんですけども、まあ、例えばこうやってこう詰めて、はい、あ白はこれ 2手で取れますが、黒はこれ2手ではいけませんからね、はいはい、ところが、まあ、ここへじっと取られててこの後にですねここへ来てここへ来て当てて繋いで出てきた時にここで1手伸びてしまうんですよね。うん、ところがこれがこっちから当ててあればさらにこうやって繋いでも下張ってこれは1手も伸びませんから、あこのままで取れてたものが、はい、反対から当ててありますんでこちらから、ええ、こう取られた時にもう1手かかるんですね、はい、で後手を引くのは嫌だからここに押すというか沿うというかでこの手がひどい損の手なんですよね。中とかありまして、はい、でこれでは面白くないということで、ええ、繋いでこられたね。ここで来いって。これはやはりちょっと短期が過ぎたんですよね。あ白は、ええ、こうというのはやはりコウ立ての問題ですからコウがいくら好きでもねコウ立てがなかったら、ええ困りますんでね。あその前に先に放り込みを、あそう放り込みを一回打って取りとかあって、まあ、いわゆるコウ立て作りという格好ですね。はい、で放り込みまして取りましてまあ黒は仮にあの隅が負けても後でここに打てばまだ復活する余地がありますからね、するとこれが最初に分断してしかも封鎖した、まあ、威力ですかね。いくらでもここにコウ立てがある。うーんこれはもう手を抜けないんですね。まあ、ここに打った瞬間にこれ下がりが関係ではっきり目ですから、はい、ここで二眼はできませんからね。で受けまして取りましてもうしょうがないんですよね。他にあんまりやるとこないもんです。またまあ我慢してこっちでもまあたくさんコウ立てまだあるんですよね、でもえいってことで、しかしえいの方がもっとたくさんありますからねでしかもこれがあんまり損コウではないというのがね。あそうなんですか、まあ、取られてはいないんですか。いや取られていないことはないんですが、ここへつけるよりしょうがないんですね、で、まあ、でもう白はあんまりコウ立てがないんで、まあ、そこを当てたわけですが、はい、それに対しても黒が解消しましたね。で取り抜き解消した上にまだここにコウ立てがたくさんありますからこのコウが白にとって負担なんですよね。例えばこういったことをやりたいんですけれども、取りが来た時に受けなくちゃいけませんね、はい、こういうとこ来られた時にあここが弱いとここ打たないといけませんか、つなぎで出になったんではこの手がひどい手ですからね、はい、それでここをつないだんですね。この足からちょっと辛いんですよね。うんでここがなぜ損してないかと言いますとこの羽に対してはこう下がんなくちゃいけませんね、はい、でこの当てとこの抜きは将来効く可能性があるわけですね。でこれに対して欲張るとこれでこれ取られですから目ですね。全部来ちゃうんですね、はい、とここへ曲がるよりしょうがないんですよね、はい、と曲がるとこれ連絡系ですよね。あここに来てるとこう一線につながってるんですね、でしかもですねここに黒石が来るとまたここで取れるわけですね、とこうやって手を入れるとこの石が分断されるとまたこの石がこうになってしまうんですね。この放り込みぐらいから、はい、ですから
いろんなあやが。なんか吸って持ち込んだような甲立てが、実は何も持ち込んでないという。すごい手が残ってるんですね。で一回取ったはいいけど、ここにつなぐのではもうこれ黒線ですと、もう全然どうっても逃げれますからね。はい、ということで、まあ、左上の攻防で、まあ、この子は黒の勝ちになったわけですが、まあ、その以前の序盤のテーマ図から、まあ、形勢判断とかですね、はい、あれはここがどれくらいに減らせるからこういう手を打っても間に合うという、でこちらは少々先行されても最大できてもどれくらいだという、まあ、こちらはこれ以上減らない時間、どこはどれくらいの相場でどこはどうなるとかということを、まあ、ある程度やっぱり先の見通しを立てないと、なんかいかにもぬるいような感じよね。こういう手というのはなかなか打てない、ね、うん、この辺は、まあ、形勢ここで得しましたしね、形勢に自信があるよということで、はい、で囲われて負けるんでしたらこういうのが悪いわけですけども、はい、囲われてもまあ自分の方にまあ分があるということでまあ受けたわけですね。まあ形勢判断どの段階でどういうふうにするかっていうのはなかなか難しいんですけども、やはりプロはまあやはりある程度早い段階からね、はい、一つのまあ細かい数字までは読み切れませんけれども、一つの大きな流れの形勢判断をして、それに自分がその判断に自信があれば、その路線を進めていけば、まあ、いいわけなんですね。ある岐路に立った時にはやはり形勢判断でどっちにしようかと選んだのが、それはやはりしないとですね、しないと例えば戦う必要のない時に形勢判断しない、あるいは形勢判断間違って無益な戦いをして、そこで死損じるということもありますしね、はい、まあ、形勢判断は、まあ、天の方にとってでは多少難しい部分ありますけれども、うん、プロにとっては非常に大事な、まあ、武器といいますかね、うん、ですから、まあ、アマチュアの方も、まあ、最初からうまく形勢判断ができるとは、まあ、思いませんけれども、でもこれが習慣になったら本当にすごい武器になりますね。そういうことですね。だからあの正しく形勢判断をするということじゃなくて、形勢判断をする習慣をつけるということ、でそれがいずれ、まあ、その方の身になるということですね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。これを繰り返しご覧になって形勢判断の達人を目指してください。